じゃあちょっと本の方に戻ると、砂田さんのタイトル腹走りっていう結構インパクトある話なんですけど、そうですね、まあ、読んだ方も理解できてるかどうかというのもありつつ、あの一番感じやすいのはやっぱり上り、なだらかな上りでやるのが一番あの体感できるかなっていうふうに思いますね、うん、腹筋やりなさい背筋やりなさいっていうのはよく皆さん聞きますよね。いきなり強いのを腹筋やっても多分50回100回しか持たないと思うんですけど、長距離って軽い負荷で、刺激を与える運動ですよね。だからやっぱり回数こなせるように腹筋に負担をかかってそういう持久力的な腹筋を鍛えるっていうのが、まあ、一番いいかなという自分の中ではあります。でさらに、腹筋がふにゃふにゃだったら体幹保てません。わかりますよね。あのブレちゃいますよね。だから腹走りをすることによって体幹も良くなるっていうふうなことなんですよ。で体幹体幹っていう前に僕は腹筋がまずあるというふうに思います。で、まあ、よくねこの間もまた靴あの実際前傾姿勢するときにですね必ず腹筋が突っ張るような形になると思います。でもあの僕一時期75キロ体重あった時あるんですけど、その時もう全然腹筋なくてですねぐにゃぐにゃで、もうあの体のバランスが全然もう保てなかったです。ただあのずっとあの上りを意識して復帰してから、走ったらお腹もしっかりへっこんで、でお腹がある時はあのどういったんですか、歩道橋ってみんな知ってます？歩道橋、横断歩道橋の長いやつ、知ってます、知ってます、大丈夫です、長いやつあそこ走ったら意外とあの揺れて自分の思ったような走り方にならないんですよ。なんかあのお腹が出てる人って、僕も出てた時そうなんですけど、走ってもなんかこんな感じで全然バランスが作れない。でしっかりと腹筋が出てくると、そういうふうなちょっとしたふにゃふにゃなところでもあってもしっかりとそれ地面を母子球で押さえれるっていうイメージになります。でしっかりとその、腹筋を使うためには効率にはやっぱりなだらかな上りで前傾姿勢よくやってますよね。はい、こういうふうな形でね、こういうふうな形でね、これですよね。これでやると結構お腹の方に負荷くる。だから結局この場の静止状態で腹筋やるのって非常に倒れそうで難しいんですけど、上りのところで、実際行くとある程度前傾姿勢を保ちながら腹筋を意識すれば、猫背にならない感じでお腹を突き上げるような形でしっかり足を振り出す。じゃあつま先が見れる。質問ではな、砂田さんつま先なんか絶対見えないよ。見えないです、基本的にあんまり。ただ意識することによって足を振り出してくださいっていう意味で実はあれ本には書いてるんですよね。なるほど。だからしっかりと、だから僕の走ってる写真見たら分かると思うんですけど、結構 V の字、逆 V の字になってるんですよね。しっかり振り出してるですかね。でしっかり振り出せないからさっき坂よくこけるっていう話をしたんですけど、つまずいてこけるんですよ、ちょっとしたボコボコしたところに。でしっかりと、母子球で踏んでしっかり蹴り出して足の裏を見せるところでしっかりその反動でしっかり前に出す。でそれの繰り返しですよね。なかなかそれっていうのはこの静止状態でやるのって難しいです。だから流れ流れ流れなんですよね。水泳と一緒ですよね。クロール止まったら沈みますよね。ね、泳いでるって動いてるからある程度ね進んで浮いて進むのと一緒で、走りも同じです。波に乗らないと走れないです。でもちろん上半身もしっかり足だけで走るんじゃないから、しっかり肘を引いた反動で腕を振れば足もしっかりその反動で帰ってついてきてくれると思うんでね。そういうふうなイメージ、体全身を回しながら走る。あと砂田練習会に来てる人で、まあ、僕の後ろを走ってる人はまあよく分かってると思うんですけど、ゆっくり見えるんですよね、体全身で走るっていうことは。
どうしてもあの街中で見ているとリュック背負ってるランナーこそカッタ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 言ってますよね。だから僕は基本的にリュック背負うのは反対派。しっかり大きな走りをすることによって腹筋も鍛えれると思いますから、だから体全身を使うイコール腹筋を基軸に持って走ってほしいっていうことを伝えてたく腹走りですね。でまあ静止状態であればこういうふうな、僕実は剣道やってたんですよ。で剣道って意外とこういう動作なんですよね。こういうだから結構腹筋くるんですよ。で防具背負ってるんで、剣道やられてた方、お素晴らしい、いますね、いますね。あ剣道もねやっぱりそういうふうなところもありますからね。まあ、そういうところで結構ね意外と剣道やってた人早い人いるんですよ過去に。ですので剣道やってた人は必ず開花する可能性ありますからね、それを信じて、頑張ってください。松本くんからももしフォームについて走って ね整えるとかっていう話も出てますけど、こんだけ話してもらったらちょっと喋る隙がないんですけど僕あの結構別にあのお店から勧められてるわけでもないんですけど、ケアポールとかストレッチポールっていうのを書いてて、背中をほぐすといいっていうふうに書いてるんですね。で考え方は腹筋はあの走って鍛えるっていう意味では砂田さんと同じなんですけど、状態はあのもちろん腹筋があって背筋があって背筋があって腹筋があるので、背中をほぐして腹筋が伝える状況にしてあげたいなといつも思ってて走ってて。なるほど。なんですかね、なんかまあ、皆さんデスクワークの方もかなり多いと思うんですけど、どうやったって僕もあの1日会社でデスクワークしてまして、どうしても日中の仕事で背中が張っちゃうんですよね。で、まあ何もせずに時間がなくてパパッと走り出すと、あの背中がうまく使えてなくてお腹も使えてなくて、まあいい走りじゃないなっていうのも感じているので、基本的に練習前後ですね、あの背中をほぐして腹筋が使える環境を整えるようにしてます。あと、まあ、これあのどうやればっていうよりも効果に近いんですけど、いい練習したらすごいお腹にきます。ウォーミングアップしてどんどん集中力を高めてきて、腹筋を使えるような動きになると腹圧が高まって、それこそトイレとかにも行きたくなるような感じになるんですよ。でそこでトイレも済ませて、かなり腹圧が高まった状態でインターバルとか、ポイント練習、大事な練習をするようにしてるので、そのあたりはあのまあ、意識してやってもらうといいかなと思ってますね。かなり実践的なアドバイスをいただきましたね。今日もタイトルはですね、実際、徹底議論自己ベスト必達マラソントレーニング法っていうタイトルになってるんで、皆さんの少しでもですねためになればというところなんですけども、はい、